11月13日、松山市南堀畑町の東京第一ホテル松山で、第44回愛媛県生活衛生推進大会が行われました。生活衛生業とは、美容業やクリーニング業、旅館やホテルなど、生活に関わるサービスや商品を提供し、生活の質の向上を担うものです。国体期間中は、多くの来県者に飲食店や宿泊先で愛媛の郷土料理などをもてなし、また他の生活衛生業でもおもてなし協力店として国体の成功へ向け全力で応援に努めました。この日は2年間にわたる国体対策事業の総括とインバウンド対策強化の推進などについて話し合いました。また今年は生活衛生法制定60周年を迎えるため、特別公演として愛媛県の中村時博知事が笑顔あふれる愛媛づくりと題して講演を行いました。続いて式典では、功労者へ向けて愛媛県知事表彰や連合会長表彰、生活衛生法60周年特別表彰などが贈られました。私どものね、仕事っていうのは、いろいろに多岐にわたりますけれども、基本的にはね、衛生水準、県民の皆さんの衛生水準が上がるようにするというのが一つなんです。その二つ目には、やっぱり福祉とか、特に少子高齢化が進みますから、そういった社会的貢献とか、それからもう一つ挙げるとするならば、なんといってもこれ、国際化社会の中でオリンピック、パラリンピックを控えてね、やっぱり大事なのは、これからはそういったインバウンド事業、これらに我々は一致団結して臨み、そして松山もね、愛媛県全体も今外国人の方々が多く来られてますよね。もっともっと増えるんですね。それに負けないように私たちの業のやっぱりアップ頑張っていきたいと思います。消費生活の多様化や高齢化社会が進む中、引き続き衛生的で安心できるサービスの提供が期待されます。